マジックグリュー、バイチャー。あなたのまぶたをパッチリ二重に。マジックグリューを少しひねり、接着剤が出てくるのを確認してください。この製品には耐水性があり、最長で18時間キープ。さらに簡単に使用オフができ、またすぐに仕上がります。まぶたの油分や汚れを取り除き、付属のワイツールを使用し、理想の二重ラインを探します。アイメイクを行いたい場合は、マジックグリューを使用する前に実施してください。目の前に鏡を置き、顎を上げ、目線を下にします。こうすることで、まぶたにシワが寄らない状態にします。まぶたのタイプによって塗り方は異なります。私は一重まぶたなので、まつげの生え際より1ミリ上から接着剤を塗ります。少量のみ使用してください。ごま粒ほどの量がおすすめです。付属のシリコンブラシを使うと綺麗に仕上がります。均一に広げ、乾燥させます。完全に乾くまで上を向かないでください。次に重ね塗りをしていきます。繰り返しますが、接着剤は少量のみ使用し、均一に広げ、完全に乾くまで上を向かないでください。最後に付属のワイツールで、まぶたの新しい二重ラインを整えます。自然な二重まぶたの出来上がりです。